当チャンネルでは不思議なお話やびっくりするようなお話などをご紹介していますが、内容に関しましてはあくまでも都市伝説やフィクションとしてお楽しみいただければ幸いです。衝撃、サウルからのメッセージがヤバすぎる。物質的な環境は現実の中の非常に小さな側面に過ぎない。皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回は2回目の登場のサウルさんからのメッセージです。前回のメッセージがすごく良かったので期待していましたが、今回も裏切りませんよ。サウルからのメッセージ。2020年の終わりが近づくにつれ、人々はウイルスのために失われている自由の制限について、ますます懸念を抱き、いつになったらこの制限がなくなるのか疑問に思っています。ウイルスが多くの人々に与えた損害は莫大で不必要なものでした。より多くの情報が公開されるにつれ、この事実はますます明らかになってきています。このように良策ではない不必要な制限を守るよう人々を説得するために、感染による差し迫った死の恐怖が用いられました。このウイルスが最初に命名されてから発生した死亡者数が、年間を通じて通常発生する数を超えていないことは、現在では非常に明らかになっています。これらの制限は、これらを負わせる人々の政治的意図に従って強化されたり、取り払われたりするかもしれませんが、これらの全体的な効果は、自分自身には無効な権威主義的なシステム、市場に存在してきた人類の時代を通して、何らかの形で存在してきた多くのシステムの一つによって抑えられ所有されることを許す代わりに、それぞれの権利と個人の主権を取り戻すことの必要性を人々に認識させることでした。人間はいつか死にます。それは人間の一面であり、異常ではありません。人間の形をした全ての人は、完全な自由を持って、地球に転生することによって神から離れる経験をすることを選びました。地球や岩、植物、感覚を感じることのできる生命体など、腐敗して死ぬものは何もありません。しかし、形の上では、物質の世界や宇宙は現実のように見えます。皆さんが集合的に設計し構築したゲームや分離した幻想は、人間として、皆さんが非常に一時的な経験をしている永遠の精霊であることを認識するために、十分に進化し始めるまで完全に現実のように見えるように意図されています。最新の科学が気づいたように、宇宙や物質的な環境は、人間である皆さん方が感覚を通して認識しているものであり、現実の中の非常に小さな側面に過ぎません。現代物理学の最前線、あるいは最先端では、物理的な環境が描かれているのは意識だけであり、意識がなければ何もないということが受け入れられてきました。意識があることによって、経験できることがすべて経験されています。地球上に人類が存在してきた時代を通じて、人々は、過去に経験したどんなことよりもはるかに大きく、より現実的なものである現実を提示することによって、いわば、心が吹き飛ばされた。というような霊的な経験をしてきました。人間が何とか他者に伝えることができたということは、完全な意識の状態の中で経験したことが、今まで経験したことのないほど現実的で生き生きとしていて美しかったという事実なのです。人類の記憶はいつまでも忘れられず鮮明に残っています。スピリチュアルな経験をした人たちは、自分たちの人生に想像していたよりもはるかに深く新しい意味を見出しています。そしてこの状況は、人生が展開していく中で、穏やかで平和で中立的に人生を受け入れることによって、
非常に混乱または動揺し、愛する人たちとの間に困難や誤解を引き起こしかねません。また、彼らは目覚めた時の平和と喜びを受け入れながら生きていくにつれて、刺激的で希望を与える新しい経験の現実を信じるように、他の人を説得するというような必要性をもはや少しも感じていません。地球上の人間として経験することは信じられないほど限られたものであるという認識の高まりは、人々がこれまで、普通、または可能であると信じていたことよりも、より現実的でより楽しく、より美しく、より愛に満ちたものを求め、受け入れようとする人々を後押ししていきます。何年探しても見つからない人もいれば、ほとんど努力していないにもかかわらず、見つかる人もいます。今では、努力というのはその何かを発見する方法ではなく、それを引き渡すことによって発見されるのであって、探している個人にとって適切な瞬間にだけ見つかるという理解が深まっています。したがって、多くの人々にとって、それは人間の一生の間には起こりません。何が起こるかというと、人間は形の上で経験できるよりも、人生には確かにもっと多くのものがあるという認識に人々が心を開き、人生の本当の意味が愛であるということに気づくということです。最初のうちは、これを受け入れるのはとても難しいのです。なぜなら、世界は非常に危険な場所で、生存が頻繁に厳しく脅かされているように見えるからです。もし愛がその意味であるなら、なぜ愛はほとんどないのでしょうか。そして、なぜこれほど多くの意見の相違、脅威、対立があるのでしょうか。実際、すべての人が利用できる愛は無限にありますが、罠やもつれ、または愛と調和していないすべてのものは、愛からそれらを分離するために使用しているように見える見せかけによって、人々の認識から遮断されています。愛は存在するすべてのものであり、すべての知覚力または意識力のある実体が生きていられるのは、生命力である愛が絶えずそれらの中を流れているからです。罠、もつれ、または見せかけは人の心に受け入れられ、ほとんどの人がそれを用いて自己認識しますが、それは間違いなくあなたが誰であるかではなく、思考の一定の流れです。誰もが例外なく自分自身を見つけることができますが、まず自分自身を見つけるためには、神聖で安全で最も美しい内なる聖域、愛、母や父、神、存在するすべてのものの根源に入らなければいけません。そうすることによって、あらゆる瞬間が存在している時に、個々の主観が皆さんにもたらす自己判断、無価値、罪悪感、羞恥心といった考えに没頭するのではなく、その中に入ることを選んだ時にはもっと強烈になるかもしれませんが、ただリラックスして、いつもある神聖な包容に皆さんが身を委ねてそれを受け入れ、包容してくれるのを待っているのです。人間の姿だけを見るという選択肢を除けば、皆さんを皆さん自身から引き離すことはありません。そうです。皆さんは一瞬のうちに、自分の体に合わせて幻想や夢、ゲームに参加できる体の形を選択しています。それらは肉体的、感情的な経験を感じ取っているので、完全に本物のように見えます。しかし、皆さんが眠っていてその形への執着を解放したとき、認識することも意識することも何もないので、自分が意識を失ってしまったように感じてしまうのです。皆さんには永遠に途切れることなく存在している唯一無二の意識があるので、無意識であることはできませんが、体は無意識であることが可能で、その状態では皆さんのようにシャットダウンされています。これは、皆さんが物理的な形だけで識別することを選択している限り、ただの経験に過ぎません。なぜなら、自分の同一性を知らない、あるいは意識していないということは、皆さんが選んだ分離の体験だからです。今、人類は、
ソースの一つとしてもう一度自分自身を知ることを選択する過程にあり、スピリチュアルな道を選択している人々を観察すると、周りの至るところで目にしたり知覚したりすることができます。また、皆さんは宗教的な組織によって指示または指摘された道ではなく、現実においての自分自身の個人的な道を歩むことを選択しています。多くの道があるのは、分離を経験している人が多数いるからであり、一人一人が自分にとって完璧な道を見つけなければならないからです。他の人たちの道は自分の道ではないので、他の人が敷いた道に従おうとしても、気が散ってしまうだけです。しかし、他の人が辿っている道を見るということは、自分の道を見つけることに役立ちます。だからこそ人々は、スピリチュアルな道で明らかに進んでいて、自分の話をしながら、それを示し、そしてあらゆる瞬間に与えられた人生を愛し、受け入れることによって成功できた人々の人生について、読んで研究することがとても役に立つと感じるのです。生命は最も素晴らしい贈り物であり、それは皆さんが創造された瞬間に、神のエネルギーや愛、存在するすべてのものの中で与えられる奇跡です。一度与えられた命は奪うことはできますが、決して奪われることはありません。人類の命は儚く、他の誰かが皆さんから奪うことができ、ある人は命があることが奇跡だと気づいていないために、命を自ら捨てることを選択することさえあります。もちろん、そのような意向が起こるとき、人生の意味に対する皆さんの全体の認識は、皆さんが人生の喜びをもう一度認識するにつれて即座に変化します。意向しても自分の美しさを見ない人もいますが、それも非常に一時的な状態です。皆さんは神の存在であり、皆さんの中でこれを読んだり聞いたりしている人たちは、このことを知っています。また皆さんは、現在、人類の集団的覚醒プロセスを支援するために生まれついていることを知っているので、皆さんは意図を設定し、リセットしてください。皆さんの中に強力な感情が生じた時に、意図を忘れたり、無視したりすることができます。皆さんの日常生活に生じるかもしれないのは、すべてを愛することだけです。そして、たとえ一瞬でも静かに考えたり熟考したりする時には、すべての人に愛を送りましょう。なぜなら、それは目覚めの過程を手助けする最も強力で効果的な方法の一つだからです。新年の夜明けが近づくにつれて、愛することを求めてる意志が強くなっていきます。その気持ちに応えられない時には注意し、また愛は決して裁くことはないので失敗があっても許してあげてください。そして、皆さん一人一人が愛です。ありのままの自分になろうと心に決め、自分自身や他人に愛を捧げる時に生まれる心の平和と平穏を楽しみましょう。皆さんが提供した愛が形として届いていなくても、目に見える形で提供される必要はありません。ただ、意図を設定し、それに従うことは非常に効果的であり、皆さんがなぜ生まれ変わったのかということを知っておいてください。2021年が平和で愛に満ちた日になりますように。サウル。いかがでしょうか？本当に愛に満ちたメッセージでしたね。ウォールさんのお向かいさんは家の前にゴミを捨てるので、ムカムカしているようですが、この間黙って捨てたそうです。愛って難しいですね。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。